タイムゲートの守護者は私たちを受け入れてくれるのかしら。みんなのために強くなりたいと。大事な人を守る盾になれればと思います。自分が見たことや聞いたことが全てではありませんよね。我々は神ではないからな。手の届く範囲は限られているということだ。それもきっと科学で説明できるものだと思うんです。これからが俺たちの本当の冒険の始まりなんですよ。